おいでー。おお待って、ほんまに怖い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 わ。あ、これ投げた方が、おお怖い。あー、ダメだダメだダメだ。見ました見ました見ました。3、2、1。おお、皆さん、これがですね、日本三景の一つ、天の橋立の景色でございます。違う景色見れていいですよ、これ股の下からこう覗くことによって天空にね向かって走る橋みたいな感じに見えるっていう。堪能した後はリフトで帰りたいと思います。え、めっちゃいいんじゃないこれ景色めちゃくちゃ楽しめるんじゃない。こんな感じ、一人乗り用のリフトなんですね。はーい、よいしょ。おおおお、めっちゃいいやん。結構ねこう丸裸な感じなんですけど、目の前にね日本三景の天の橋立、ザ天の橋立っていうのが広がってて、雨降ってなかったらね絶対こっちの方がいいですよ。こう帰る時はこう目の前ドーンみたいな、すごいわ。なかなか珍しいんじゃないかな、初めてこういうリフトに乗ったかも。さあ、最後のトミー、ファインフェダーフィンダー、どうも皆さん、トミーです。今回はですね、こちら松井物産に来ております。海鮮丼が有名らしくて、京都でもこの天の橋立はですね、海がかなり近いということで、まあ、海鮮もそれに比例して有名ということで、ちょっと楽しみたいと思います。ここ天の橋立まではですね、丹後海陸交通高速バスというのが出ておりまして、大阪の梅田駅から2時間半、京都駅から2時間で直通で着くので、皆さんもぜひご利用してみてください。ここ松井物産さんはですね、丹後海陸交通路線バスの天の橋立ケーブル下駅から徒歩2分という立地になっております。それでは天の橋立に行こう行こう、イエーイ。海底漁港は日本でも有数な漁港で、三大漁港になってます。なるほど、はい、じゃあやっぱり海鮮丼ここに来たら頼んだ方がいいですよね。思います、ね、じゃあ海鮮丼一つ、はい、いただきましょう、はいはい、ありがとうございます。これがここの名物になるのかな、海鮮丼で、お吸い物がついておりますと。海鮮丼をこう目の前にしながら、こう横見たらね、海、まあ、天の橋立の、ね、絶景が広がってる。これがやっぱ一番の売りなんじゃないかな。この海鮮丼ですね、1650円なんですよ。なんか値段にしてはめちゃくちゃ量が入ってるし、こう見た時にねやっぱり綺麗、彩りが。これがねマグロなんですよ。でこれエビちゃんで、これイクラで、これがタイで、これがブリで、これがイカ。1650円でこの多さ、よくないですか。マグロ4切れ入ってますけどみたいな。マグロがすごいね、このお店の推しみたいな感じだったんで、食べちゃいましょう。いい、いただきます。很好吃です。これ很好吃っていうのは中国語でとても美味しい、好吃が美味しいで、很っていうのが very、 とてもっていう形容詞を補足する。急に中国語の授業みたいになっちゃった。そうなんです。普段ですね、僕は中国語で常に発信してるんで、この味の感想とかもね中国語で伝えるんですけど、今日は日本語で。めちゃくちゃ美味しいです。ハオチュー、お値段が安い割にかなりですね、この肉厚なんですよね。皆さん分かりますかね。食べた瞬間に口の中でとろけるような食感です。普段ねあんまマグロ食べないんですよ。なんかマグロって魚独特のその臭みというかあるんですけど、これはね全く問題なく食べれます。どうしよう、なんか6種類も海鮮だったら迷いますね。エビいっちゃおうかな。生エビですねこれ。うわとろっとろ、うまーうまーイクラも一緒に。あ、バッチリ。エビもね甘くて身がでかいんですよね。いいですねこのコスパ。僕コスパをめちゃくちゃ重視するんですよ。なんか関西の人ってコスパめっちゃ気にしません？大阪の人なんですけど、僕はなんか美味しくても高かったらちょっとなんかまあ高いからねみたいな感じになっちゃうんですよ。けど安くて量も多くて、なんかねお得感がやっぱ好きなんですよね。これいいわ、でかっ。おい本当にめっちゃトロトロ、ビビった今、思わず大声を出してしまいました。僕台湾でですね、正直にグルメレポートをするっていうので一応やってるんですけど、ここは正直にやって美味しいですね。意外だったのがこのご飯が酢飯じゃないですね。普通の白ご飯って感じで、なんか海鮮丼って聞いたら割となんかお寿司の酢飯みたいなイメージするんですけど、そういうことではないみたいです。めちゃめちゃ贅沢ちゃいます、こんだけ一気に。
うまっ、これもトロトロや。で、このね、ついてきてるお吸い物に合わせるのが日本流ですよね。味噌汁派と、多分このおすまし派で分かれると思うんですよ。おすましってどっちかというと醤油っぽい味、味噌汁はやっぱ味噌の味で、個人的には海鮮丼はおすましの方がなんか好きかな。味噌やったらちょっとこの海鮮の味を邪魔しちゃう感じが個人的にはしてて、あっさりめのこの醤油だしがうまい。最後はこちらですね、タイで、この大葉をちょっと巻いてね、いくらもつけちゃって、いや、いいですね。うん、間違いない。アクセント欲しいなっていう時にこの大葉、まあ、シソとかを巻いてあげるとまた違った楽しみ方ができるんですよね。ごちそうさまでした。海鮮丼本当にうまかったです。なんていうんですかね、海鮮丼美味しいところって日本だと正直いっぱいあると思ってるんですよ。そこはやっぱりね、コスパがいいっていう魅力がある。そしてこの日本三景の天の橋立をご覧になれながら食べれるということで、より一層海鮮丼が美味しく感じれるんじゃないでしょうか。このお店の名前は松井物産さんで、さっき天の橋立からリフトでバーッと降りてきてすぐの目の前にあるお店だったんで、アクセスも非常にいいんじゃないかなと。景色をね、上で楽しんだ後に海鮮丼をここで食べてお腹を満たすっていうのはものすごくいいプランだと思います。この次の動画でもですね、関西に行こう行こうと思ってもらえるようなコンテンツをどんどん発信していきますので、皆様よろしければコメント、いいね、あとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは天の橋立に行こう行こう、バイバイ。